久保さんさっきですね、僕、あの三井住友カード、こちら、この年会費1300円ぐらい取られるやつなんですけど、え解約しましてで、解約した理由がですね、なんかチェックしてたら、あやべみたいな。まあ課金されたんですけど、<laughs> で、使ってなかったんで、解約しようっつって、解約さっきして、解約した動画を撮りました。解約する方法みたいな <laughs>。で、この前、その、なんか DM でね、カードでお金が戻るみたいなね。 あなたのクレジットカードでお金が戻ります。まあ、過払い金ですよね。それのなんか DM が来てて、それをチラシの <laughs> 読み上げでなんかやってたんですけど、まあそのなんか、ポストに入ったチラシを読み上げて、2万円、1万円ぐらい稼いでましたね。2万だったかな。<laughs> 広告収入で <laughs>。1、2万稼いでましたよ。ポストに来る DM あるじゃないですか。1、2万みたいな。 でこれ解約、分かんないですよ。まあ、その、どれぐらい回るか分かんないですけど、解約してるけど金稼げるみたいなね。何なんだって。<laughs> ありがたいですね。<laughs> これやるかやらないかで、僕はやりますけど。まあ、な、なんかとりあえず、当たるか当たらないかど、どっちでも、どっちでもよくはないけども、とりあえずやります。やらないとはその可能性広がらないんで、とりあえずやってみます。ね、ものの5分、10分なんで、動画撮っても。 で、解約しました。解約方法こんな感じでやりましたと。とあ、さっきね、自動車保険のやつも撮ってたんですよ。で、今度その自動車保険の入れ替えですよね。入れ替えするので、入れ替えは僕初めてだったんで、まあその入れ替え方法、ウェブ上からできますよみたいなね。なんかその動画撮ったんですけど。<laughs> だからその何回やったらもう全部撮ってくっていうね。そう。<laughs> 無限ですよね。無限。無限在庫ですね。無限在庫。無限在庫。 もうやった方がいいと思いますよ。いってらっしゃい。